こんにちは、花森です。今日はお仕事バッグの中身をご紹介したいと思います。私は今こうして日々の暮らしを動画にすることと、インテリアのコーディネートを中心とした内装の仕事をさせていただいてます。割合としてはだいたい半分ずつぐらいなんですが、今日は特に内装の仕事に行く時のカバーの中身を詳しくお伝えできたらなと思っています。はい、まずこちらはセディアのバインダーです。かれこれ5年以上使っていて、年季が入りすぎているので傷だらけなのはご容赦ください。内装のお仕事はまず現地調査に行って、お部屋のサイズを測ったり、搬入経路を確認するところから始めるんですけども、特に室内にテーブルなどはないので、立ちながら図面に数字を書き込むことが多いです。なのでこのバインダーは必ず持参します。好きなポイントはこのクリップ部分が結構強めで、資料が簡単に落ちたりしないところと、このバインダー自体かなり固めなんですよね。なので文字を書くときにしっかり代替わりになってくれて、とても助かっています。あとこんな感じで綺麗に2つに折り返せるので、持ちやすいところも好きです。ただもうそろそろ買い替え時なので、同じものをもう1つ買おうと思っています。次、こちらは無印良品の5ミリ方眼英語ノートです。これはもう紹介しすぎているので簡単にご説明すると、サイズもカラーも価格もいいし、方眼なので簡単な図面を描くときにもとても重宝しているものです。次はこちらのポーチの中身をご紹介します。ポーチ自体は無印良品のナイロンメッシュケースポケット付きを使っています。私は忘れ物をもともと結構するタイプなので、こうやってメッシュになっていると何が中に入っているかファスナーを開けなくても一目でわかるので気に入っています。ポーチの中には電卓、デジタル距離計、メジャー、SSD データを入れてます。電卓は現地で自分がサイズを知るために使う時もあるんですけれども、お客様に金額とか、あとサイズを確認してもらう時に使っています。でこちらはボッシュのデジタル距離計です。あまり見慣れない方もいるかもしれませんが、こちらはレーザーで距離を測れるものです。こうやって壁に機械をつけて、反対側の壁までレーザーで距離を測ることができます。もうこれがあることで高い天井とか大きいお部屋の現地調査が本当に楽になるので、今ではなくてはならないものです。データはサンディスクの SSD に保管しています。これは内装のお仕事と、あと動画のデータもすべてこちらで管理するようにしています。以前はハードディスクを使ってたんですが、やっぱり SSD 小さくて軽いので切り替えることにしました。ただ先ほどのデジタル距離計では細かい部分とか、あと壁ではない部分を測ることが難しいので、こういう一般的なメジャーも持って行ってます。メジャーのタイプいろいろありますが、私が好きなのはこうやって測る部分を出すと自然に止まってくれるものです。逆にボタンを押すとさっと閉まるタイプが私は好みです。次、こちらはサラサデザインさんの簡易スリッパです。なぜ簡易スリッパが必要かというと、お客様のスペースに靴下でペタペタ入るわけにはいかないからです。現場によっては物件の仲介会社さんも同席してくれてスリッパを用意してくださることもあるんですけども、クリーニング前のお部屋だったり、一人で現地調査しなきゃいけない時もあるので持参しています。このスリッパ一応簡易なんですけど、よくある簡易スリッパと違ってかなりしっかりしています。足にフィットして履きやすいですし、丸洗いできるのも嬉しいポイントです。このスリッパには専用のケースもついているので、こうやって2つ折りにしてしまうことも可能です。次、名刺入れはマザーハウスのものを使っています。
私マザーハウスの創業者山口恵理子さんを仕事をする上でのロールモデルにさせていただいているので、まあ、そういう意味も込めてこの目尻を持っていくようにしています。デザインは濃いグレーのグラデーションになっています。中はこんな感じで、ここもグレーで、ポケットは全部で4つあります。次、お財布は変わらず5年ほど油差しのミニマルなものを使っています。もともとこういう内側のキャメルのカラーだったんですが、5年も使うとこんな感じでだいぶ色が濃くなってしまいました。今はほぼキャッシュレスで過ごしているので、カードが必要な枚数だけ入ったりとか、このサイズ感もすごく気に入ってずっと使っています。最近カバンに入れているものはハンドサニタイザーです。これは特にこだわりないので、近所の薬局などで買えるものを適宜追加しています。 AirPods はいただき物で使うようになりました。こちらもバッグに入れて、移動時間にだいたいラジオか Netflix を見てますね。ラジオは東京 FM が好きで、その他だと歴史を面白く配信してくださってる古典ラジオとクリーピーナッツのオールナイトニッポンをよく聞いています。次、2つ目のポーチの中にはリップだったり薬だったり細々としたものをまとめています。このポーチは無印良品のポリエステルダブルファスナーケース M というものです。2層タイプになっていて、前だけメッシュタイプです。後ろのポケットにはティッシュ、生理用品、あとは常備薬を入れたり、あと1枚だけ予備のマスクも最近は入れてます。次、前のポケットにはサンタエルボーテのハンドクリームとニベアのリップクリーム、あとはロム&のティントを入れています。マックは13インチ MacBook Pro M1 スペースグレイを使ってます。内装のお仕事だけじゃなくて、動画編集もこちらで行うので、メモリもストレージも少し大きめのものを選びました。カバンは変わらずレインズのミニタイプです。薄型ですが、今回ご紹介したアイテムは全て入るので愛用しています。こちらもかなり使い込んでしまったので、そろそろ新しいものに変更する予定です。はい、いかがでしたでしょうか。今回はお仕事バッグの中身をご紹介しましたが、またお出かけバッグの中身なども動画にできたらいいなと思っています。それではここまでご視聴ありがとうございました。花森でした。